はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トヨタのダイナ清掃車東京23区バージョンです。はい、しっかり見ていきます。車種はトヨタのダイナだね。正面から見るとトヨタのマークとかダイナっていうのがプリントされてあるね。でヘッドライトはシルバーの塗装です。で横から見ると東京23区清掃事業ってプリントされてあるね。で後ろの方はこんな感じだね。で反対側はここも同じく東京23区清掃事業ってプリントされてます。で上の方はこんな感じです。でサスペンションとかは特についてないです。であと後ろのこの部分が開いてゴミを回収するんだね。で後ろの方を見ると2006年ナンバー45番の車種になってます。でベーシックトミカを並べてみるとこんな感じです。正直上とか正面から見たら全く一緒だね。カラーリングも一緒です。で違う場所はっていうとこの横の部分だね。東京23区バージョンが上で、で下のモデルがベーシックトミカのモデルだね。清掃事業ゴミの分別にご協力をって書いてあるね。で後ろのゴミを回収する部分も同じになってます。で箱の方は正面のパッケージはこんな感じだね。で横はこんな感じになってます。で裏の方は東京環境保全協会っていうところが企画元なんだね。はい、今日はトヨタのダイナ清掃車東京23区バージョンを紹介してみました。でこのベーシックトミカとの違いは唯一この側面にプリントされてあるところが違うっていうだけだったね。で東京23区バージョンは非売品になってるんで今回もメルカリで買ってます。だいたい送料込みで800円ぐらいだったかな。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。